ゲインズバラによるガエタノベストリスの肖像ガエタノベストリスはイタリア出身でパリオペラ座を中心にヨーロッパの各地で活動したバレエダンサー、振付やバレエ指導者である。18世紀から19世紀にかけて著名なバレエダンサーや俳優を輩出したベストリス家の一員であり、息子のオーギュスト・ベストリスと並んで、 舞踊の神と呼ばれるほどの人気と実力を誇ったダンサーであった。フィレンツェに生まれる。ベストリースカはバレエダンサーや俳優を多く出した家系であり、ガエタノもバレエの道に進んだ。イタリアやドイツの歌劇場でバレエを学んだ後、パリに出て、ルイ・デュプレに支持し、イタリアの各都市で舞台に立っていた。 バレエダンサーとして、すでに活躍していた姉テレーザの働きかけによって、弟アンジョーロと一緒にパリーオペラ座へ加入し、1748年に、舞台デビューを果たした。その後1751年に、プルミエダンスールに昇格した。ガエタノは、リュリーやラモーの作品で舞台に立ち、テレーザ、アンジョーロと共に、宮廷の主催する舞台に出演することもあった。 1754年に当時オペラ座の主席振ツ付けエを務めていたジャンバルテルミー・ラニとかいを起こし、テレーザのためにラニに決闘を挑んだ。この決闘は行われなかったが、結果としてガエタノは短期間投獄されることになった。釈放された後は、テレーザ、アンジョーロと共にベルリンへ行き、その後トリノに移って短期間その地でバレーマスターを務めた。 1755年、再び、パリオペラ座の舞台に立つことになり、1782年まで、在籍した。オペラ座在籍中に、70作以上のバレエやオペラで、主要な役柄を踊っている。1761年に一時休暇をとって、シュトゥットガルトの劇場に行き、ヘラクレスの詩、プシュケとアモールなどののベール振付作品の初演に、出演した。 ガエタノはのベールに強い影響を受け、後にのベールの理念に基づいて、パリオペラ座にも、バレエダクシオンを導入した。1761年に、パリオペラ座の共同振付家に任命された。1770年からは、ラニの後任として、オペラ座の主席振付家に就任し、1776年まで、勤め上げた。ガエタノが、主席振付家へを退いた後は、 ノベールがその地位を引き継いだ。ガエタノは年金を受給することになったが、その後もパリオペラ座に席を置いた。1781年にロンドンへ渡り、キングス劇場で息子オーギュストと共演した。舞踊の神と呼ばれる不死二人の共演は大きな話題となり、この舞台を見るために議会までが中断されたと伝わる。ガエタノは、長身で威厳と風格があり、 小柄で、超絶技巧の持ち主として知られた息子オーギュストとは対照的だった。彼は、当時慣例とされていた仮面をつけずに舞台に立った、初のダンサーの一人とされている。また、マイムの技量も優れていた。一方で、強い虚栄心を持ち、ヨーロッパには真に偉大なる人物は三人しかいない。それは、プロイセンのフリードリヒ大王ボルテール。 そしてこの私であるとの発言を残している。私生活においては、ドレスデン生まれのバレエダンサーで、ドイツ人のアンナ・ハイネルと結婚し、子供のうち数名は、バレエの道に進んだ。ただし、オーギウスとは、ガエタノの着室師ではなく、同じく、バレエダンサーだったマリー・アラールとの愛の子だった。71歳の時、孫の初舞台に際して、再び舞台に登場した。 1808年9月にパリで死去したが、死去の日付については9月23日と9月27日の2つの説がある。バレエダンス版、誕生日カレンダー2011年7月1日、閲覧。青年については、1728年説もある。ABCDEFGHIJKLMNO、オックスフォードバレエダンス辞典72ページ。ABC オックスフォードバレーダンス辞典71ページ。ベストリースカは、ガエタの、テレーザ、アンジョーロ、オーギュストの他にも、オーギュストの息子アルマンドやアルマンドのいとこ、シャルルなどが、バレーダンサーとして、名を残している。テレーザはその美貌で名高く、ウィーンで舞台に立っていた時には、音楽と芸術の保護者として知られた貴族、エステル・ハージ・パール・アンタルの愛人となり、 時の女帝マリアテレジアの不況を買って追放された。1751年にパリオペラ座で舞台デビューしたが、弟のガエタノと当時のパリオペラ座主席振付やジャンバルテルミ・ラニが起こしたさかいの原因となったため、一時的に舞台を去った。1755年にオペラ座へ復帰を果たし、その後は1766年までソリストとして出演した。 オックスフォードバレーダンス辞典72ページ。オックスフォードバレーダンス辞典72ページから73ページ。気象転結を持つ演劇的な物語を舞踊やマイムによって表現することを目的としたバレーのことを指す。オックスフォードバレーダンス辞典404ページ。もう一人はバレー、ラフィー・マルガルデの作者として知られるジャンド・ドオベルバルだった。ありがとうございます。